のロゴに変えるとかも、この WP トータルハックスというのを使うと行うことができます。例えば具体的なイメージとしては、このサイトもワードプレスでできてますが、あれ、この部分のロゴですね、これをまあ自由に変えることもできるので、それこそワードプレス色を消すということもワードプレスは自由に行うことができます。まあ、以上のような形のワードプレスですが、まあ、最後にですね、少し情報の調べ方などのご紹介をしたいと思います。まあ、ワードプレスはですね、結構インターネット上の情報が豊富で、コド X というものがあります。こちらですね、皆さんから見て左側なんですが、これはまあウィキペディアと同じですね、ウィキシステム、メディアウィキを使って編集しているので、ここに結構情報が網羅されています。あと書籍も結構いっぱい発売されているので、ワードプレスの産経になってからですね、結構情報が変わっているところもありますので、ワードプレスの産経になったのが2010年の6月以降なので、6月以降に出ている本でですね、自分に合った本、ワードプレスは本が豊富なので、初心者向けだったり、技術者向けだったりするので、誰に適切であるかっていうのは人それぞれだと思います。自分に合った本を探してみてください。あとは、ワードプレスはオープンソースのコミュニティが非常に盛んです。なので、無料で人に聞いてみるということも可能です。で、実際にですね、ワードプレスの日本語の公式サイトのイベントカレンダーに、ワードプレスのですね、イベントの情報が書いてあります。ここですね。ここを見ていただければ、ほぼ日本中で行われているワードプレスのイベントが、基本的には網羅されていると思います。もし網羅されてなければ、僕が手動でこれ投稿しているので追加しますので見てください。これ見ていただければと分かる通りですね、これが今月ですね。で、先月は、こういう感じ、先々月はこういう感じで、大体土日を中心として、土日以外の日もですね、結構ワードプレスのイベントというのは全国各地で行われています。なので、有料無料、多くは今日の会もそうですが無料なイベントが多いんですが、こういう形でですね、結構ワードプレスのイベントというのは非常に多いです。ここにはワードプレスをよく使っている、デザイナーや、ブロガーさん、セールスプログラマーとかも集まっていますし、あとは本当にただの利用者なんですが、何かそのワードプレスが好きで集まっているという人も多いので、ビジネス色は比較的強くありませんが、比較的その、ユーザーコミュニティという形で、例えば東京でやったら大体毎回120、30人集まるとか、先週埼玉だったんですけど80人とかですね、そのぐらいの規模でやっています。数十人の会も結構あります。で、例えばワードキャンプは、世界中で行われているイベントですが、日本でも年に 2,3 回、今年だと7月に、鹿児島、あと秋に大阪が決まってます。東京はまだ決まってないですが、もしかしたらやるかもしれません。で、直近だと楽天タワーの2号館をお借りして、昨年の11月にワードキャンプ東京をやらせていただきました。この時の参加者数が805人だったと思います。で、懇親会参加者が確か300人ぐらいで、ワードプレスは結構そういうようなイベントも豊富ですので、そこに来ると、基本的に無料で、ワードプレスに詳しかったり、最近の IT 関係のトレンドに詳しい方が、いろいろと3トラックぐらいで、並行してですね、セッションを担当して話していたりします。で、ワードベンチ、先ほど説明させて、ワディプレスプラグインの説明で出させていただきましたが、全国各地、地域コミュニティとしてですね、活動しています。で、黙々部というのはですね、ワークショップですね、こういう形です。例えば普通に今日は僕がお話しさせていただく、結構こちらから話すことの多い会なんですが、みんなで集まって、プラグインのを作ってる、みんなでその8時間とか取ってですね、大体1回8時間ぐらいで、多分4月の29日にもあるんですけど、
まあ、こういうテーマを作ったりとか、まあ、自由にただブログ記事を更新するとか、要は日々ワードプレスを使っている人たちが集まって、その場でまあワークショップをするというかですとか、そういうのもやってます、はい。でまあ、オープンソースカンファレンスに出展したりとか、あれ、まあ、そういうこともしたりとか、日本語翻訳をしたり、まあ、いろいろと電子書籍を出版、任意で作ったりとかですね、あとはユースト放送をやったりとか、まあ、そういう形でですね、結構ワードプレスは、その使われてるユーザー、使われてるサイト数も多いかもしれませんが、こうユーザーが前に出て交流する回も結構多いです。なので、まあ、今日も懇親会が用意されていると思うんですけれども、まあ、結構ワードプレスのイベントは、まあ、関東圏だと月に1回は必ずあると思いますので、まあ、もし今日このお話でご興味が出た方がいらっしゃいましたら、まあ、顔を出していただけるとありがたいかなというふうに思います。で、まあ、今日の続きはまた懇親会でもということで、はい、時間になりましたが、はい、延長申し込むあということで、少しだけもう少し皆さんお付き合いできるようお願いしたいと思います。あの最初のお題のところなんですけれども、はい、ちょっと見逃してたら申し訳ない、簡単に紹介してもらいたいです。はい、ページを作るっていうシンプルなページを作っていただきたい。わかりました。というところと、あの会員管理のところの画面を少し見たいなと思っております。会員管理ですか？会員管理、どんな風に会員管理の画面があるのかな。会員管理、会員の一覧を出したり。ああ、わかりました。ユーザーか、ユーザーか、ユーザー、はい、うん、はい、まずはページをシンプルに作る。そうですね、記事を作るというのをそういえばやってませんでした、すみません、はい。例えば、あ、これ、ワードプレスにログインをするとこういう画面になります。で、投稿から新規追加、ちょっと待ってください。はい、多分インオバ的な何かが今やってます。頑張っていってると思うんで、あ、行きました。ここに今日は雨ですね。そうですね、これで更新です。おー、シンプル。はい、メニューにはどんな感じで出てくるんですか？メニューというのは表示画面、表示画面、表示画面はこういう感じですね。あ、なるほど。で、例えば画像を入れたいとします。そしたらここからアップロードします、はい、で、更新ボタンを押すと、ここにこういう形で出ます。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、ユーザーの管理のところも少し見たいです。わかりました。ユーザーの管理はまだ今現状は1人しかいないかと思うんですが、こういう感じです。一覧でずらっと、はい。で、例えば新規で新しく増やしたい、うんうん、で、メールアドレスは必須となるんですが、で、まあ、パスワードはこちらで決めてもいいし、向こうで作ってもらってもいいです。まあ何でもいいですね。じゃあ、なんか適当にしましょうか。それで、まあ、その作ったユーザーにメールを送ることもできますし、で、あとはこの権限ですね、権限を分けることもできます。じゃあ、例えばそうですね、今回せっかくなので、じゃあ、少し小さな権限で投稿者権限にしましょうか。そうすると1つ増えました。で、じゃあこれアドミンさんで今入ってますけど、ログアウトしてみましょう。で、今度星野さんで入ります。あれ、これ星野さんで入りました。星野さんは非行者権限なので、要はここのメニューが少し減ったのが分かるかと思います、はい。星野さんは、非行者権限ということで、他の人の書いた記事を編集できません。だからこれ表示はできるんだけど、要はいわゆる一つの記事の編集はできません。投稿者権限は自分で投稿したものしか無理なので、これで公開と押します。そうすると普通にこういうふうに出て、
で、トップページを見ると、まあ、こういう形で記事が当然増えているわけです。で、この AAA は、これを入れた人は、投稿者権限だから、自分の記事は編集できる。そういうのは所有って出るんですけど、この自分で入れたものしか編集ができない。こういう形の、まあ、管理画面になってきますね。なるほど、ありがとうございます。はい、もう一つさっきの話で気になったところでバックアップ2週間ごととかっていうのがあったかと思います、はいはいはい、あれは、なんかスケジューラークーロンとか使ってるんですかね。あ、ワードプレスはデフォルト、そのコアファイルの中に WP クーロンというのがあるので疑似的なクーロンが回ります。疑似的なクーロンです。要はサーバーのクーロンを使わなくてもワードプレスの中に WP クーロンというのがあるので1日1アクセスもないサイトはでその空論が動きませんけど、アクセスがあったらその空論が動く形になってます、はい、なのでまあ管理画面から入っていってまあプラグインでこれですね。これを入れると、これ設定のところに、どこだ？ですね。あれ今入りました？入りましたね。あ、これバックアップって増えたと思います。バックアップ、はい。はい。ここから、ここのスケジュールで、まあ、例えば1日1回とか、データベースを取ってくることができますね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。あと、お題はこれでしていただきました。あ、はい。わかりました。ちょっといくつかすみません。はい。投稿の一覧画面が、はい。見にくくていつも嫌だなと、はい。思ってるんですけれども、はい、これはもっとこう、ディレクトリに分けたりとか、そういうプラグインとかないんですかね。え、どういうことですか。要するに投稿の一覧ページ見ると、全部ダーッと、並列にいますよね。はい、はい。それ以上探すのが面倒くさいとか、管理が非常にしにくいとか、例えば、ディレクトリに分けて管理をしたりとか。固定ページではそういうことができるんですけど、固定ページはそれが、こういうディレクトリ型になるんですが、基本的に投稿の方はディレクトリ構造になっておりませんので、固定ページのディレクトリ構造になっているんですけど、こちらの方はなってないので、基本的には時系列になります。でも、その場合のソートはここでできます。例えば、それぞれのカテゴリーで絞り込むとか、ニュースカテゴリーに入っているものだけで絞り込むとか、あとは作成者だけでソートをかけるとか、そういうことができるので、そういうところで対応というのが基本的な設計になってくるかと思います。サイトマップの自動吐き出しとかは、プラグインもない？それはあります。あります。はい。オートマップ、はい、ありますね。サイトオートマップなんとか、はい、はい、分かりました。あと性的な吐き出しができるようなプラグイン、性的な吐き出しは、プラグインは私はあまり知らないですね、はいはい、性的に吐き出すという設計になってないので、うん、その辺が、必要な場合には、ワードプレスじゃない方がいいかもしれません。わかりました、はいはい、ありがとうございます、はい、今のやつで逆に性的なページをインポートするようなことはできますか。さっき最初の XML のやつだったらインポートができるか、はいはい、逆に質問したんですけど、性的な HTML をインポートできる CMS ってありますか。ワードプレス以外でないと思います。それは多分今できないんじゃないかと思いますが、はい、難しいと思う。解雇すぐにできるって今ここで言ってますよ。できます。じゃあ ただやっぱり条件はいろいろあって、はい、やっぱりその性的な HTML って同じ構造がずっと続いてればいいんですけど、あ、それだったらできます、ね、もちろん、はい、そういう条件、一定条件があって、その一部のソースコードを、まあ、ここからここまでっていう抜いて、それをデータベース化することはできる。これは来月楽しみですね。違うだろ。それはでも整理しなきゃいけないので、はい、結果的に面倒くさいんですよ。後始末になるので、はい、ただ入れればいいって話じゃないので、そうですね、うん、ただちょっと違うんですよね。
もちろん静的に作られたページをワードプレス化することはできますが、今のご質問の通りでコンテンツを自動でインポートはなかなか、技術的に難しいんじゃないかなというふうには少し思います、はい、それこそスクレーピングとかになっちゃうんじゃないかな。スクレーピングをして DB に入れるっていうやり方はできると思いますけど、はい、まあ、なんか知恵を絞る形でワードプレスのデフォルトではできますよね。はい、はい、はい、その星野さんのお仕事に関わるかもしれないんですが、はい、その納品時とその納品後の話なんですが、はい、一つはその納品時にはそのお客さんにどの権限で与える仕事が多いのかということと、はいはい、まあ、今もそこプラグインのアップデート出てるんですが、はい、そのアップデートがこの作業を誰にやってもらうのを基本にしてるかと。なるほど、教えてください。わかりました。一番初めの方ですが、弊社がその後も管理する場合には基本的にお客さんには編集者権限ですね。ただそのまま渡しちゃう場合には、まあ、全て責任はもうそういう意味では完成納品時、まあ、貸し担保1年とか1ヶ月とかあると思うんですけど、その期間はともかくとして管理者権限で全てが更新できる権限を渡さないと、で、まあ、うちはもう入れない形にしてもらわないとやはり責任の所在が明らかにならないので、そういう形ですね。だから切り渡しでいうときは管理者権限だし、その後もサポートするなら編集者権限というのが多いです。で、プラグインのアップデートは、うちが受け持っている場合には、アップデートしますが、基本的にそうじゃない場合はお客さん仕様になりますし、でそもそもこのアップデートのアラートを出さないということも実はできて、まあ、編集者権限以下には見せないということができるので、そういう形であれこれなんだろうっていうふうに思わせないっていうような作戦も取ります。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。まあ、ワードプレスとムーバブルタイプで、まあ、選択っていうのも、まあ、減ってきたと思いますけど、まあ、はい、あ、もちろん、はい、その時にこう、なんでしょう、そのライセンスうんちゃらとか、まあ、置いといて、はい、純粋にその機能とか使い勝手の部分でこうなんか認識されてる違いとか説明よくするような説明の仕方とか。なるほど。まずですね、私のところに来る案件はワードプレス切れ味が多くてこちらから CMS を提案するという経験がですね、実は恥ずかしながらあまりない。で、私があまり MT に詳しくない、逆に他のオープンソースならある程度わかるんですけど、商用 CMS に詳しくないというのがあるので、この質問に、まあ、私が答えるのは少し、知識不足かもしれないですけど、まあ、パッと考えているところだ と、例えば MT だと静的で 再構築されるのに対してワードプレスは動的であるとか、あとはパールと PHP の違いとか、まあ、制作者側の問題になると思うんですが、でもその今おっしゃったその他の CMS とかその別に MT にこだわらずこう何かこうアドバンテージだったりとか、まあ、その作りやすさの部分で何かこう、作りやすさ、使いやすさは、まあ、管理画面ご覧の通りで、まあ、慣れてくれば使いやすいのかなと思うんですけど、作りやすさか、例えば ModX とかはPHP とか分かんない人でもなんかタグでザ・コンテントって入れれば、コンテントってタグを入れればその部分が本部の投稿部分になったりするので、実は HTML と CSS とかを専門にやってきてる人は ModX の方が多分CMS 化しやすかったりすると思うんですよね。WordPress そういう点では、逆に PHP を、テーマフォルダの中にガリガリ書いちゃうんで何でもできるところはまあ魅力ですかね。例えば今お見せするとですね、先ほどのカフェのサイトのテーマホルダーってこういうふうになってます。で、まあ、例えばシングルってあって、シングルっていうのは各記事の中のことを言うんですけど、ここクリックするとこういうの出て、こういうふうに書くと、こういうふうに書くと、この部分を形成してるんです。この各記事の部分はこういうふうに書くと出る。逆に、例えばこの辺が、なんだろう、ここコメントなんですけど、これ普通にコメントテンプレートをコメントアウトすると、ここにコメント欄が出なくなったりとかするんですけど、なんだろう、
ここに例えば PHP のコードを書けば PHP として動くんで、あの PHP プログラマーの人とかにはカスタマイズしやすいと思います。逆に PHP よく分かんなくてこのソースコード見てもえってなる人はワードプレスのテーマ化はしにくいっていう、まあ、逆にそういう制作者側はだからそこの、あの敷居はちょっとあるかもしれないです。はい、はい、どうぞ。カスタマイズするときなんですけれども、はい、まあ、例えばプラグインを入れました、はい、ちょっとかゆいところに手が届かないと、はい、いうときに、はい、プラグインに直接手を入れるとやっぱりアップデートとかで、また戻っちゃうとかっていうのなんか、まあ、基本はやっぱり新しいコピーして新しくして作るっていう形をどういう。そうですね、あのワードプレスの場合はですね、アップロードはどこで判別してるかっていうと、サイトの場合はここの名前なんですよ。テーマネーム、スタイル .css の名前だし、プラグインもこういうネームを入れる場所がありまして、ここで判断しているので、例えば今のお話だとご指摘のご質問だと、例えばこのカフェミラジオっていうプラグイン、まあ、これはテーマですけど、テーマがあってこれがバージョンアップされたら困るところが、ここになんか星野とか入れただけでもうバージョンアップかかんなくなります、はい、もう認識が別のテーマとして認識されるから、そういうふうにして、まあ、バージョンアップを止めるっていうことはできますね、はい、まあ、そのやり方だと、まあ、同じ、まあ、テーマでも2個3個名前変えれば、はい、できます、はい、あ、ホルダー名は見てないんで基本、はいはい、すいません、はい、今ちょっと気になるあの発言があったんですけど、バージョンアップ止めるっていうのは自動的にバージョンアップされちゃうんですか？いや、バージョンアップの警告というか、更新、要は新しいバージョンがありますよって出ます、はい、それで認識がしないように、例えばこれだと ① って出てるので、ここをクリックすると、ここに自動アップあのバージョンアップがあるので、あのアップデートしてくださいっていうのはここで更新一覧が出るんです。ここで押すと更新されます。なるほど、はい、だから自動ではされないですよね。はい、はい、そうです、ね、さすがに、はい、OK、はい、はいはい、はい、どうぞ。テーマを作って、はい、ページごとにそのテーマを分ける、はい、レイアウトを分けるとかっていうのはどこで決まってるんですか？それは各カテゴリーごととかの話ですか？ページごとに違うレイアウトとかを、はい、はい、2通りありまして、1つは、ページテンプレートというのが持てます。これは固定ページというものから、固定ページというのはですね、今の ご質問の通りで、あのちょっと待ってください。あの固定ページと、あ、開いた、あ、これない、どうしよう、ここにですね、固定ページがある場合は、ページのテンプレートを選べます。はい、それはテーマの方でそのページネームっていうのを作ると、ここで自由に何種類も選ぶことが可能です。はい、ちょっとテーマを戻しましょうか。デフォルトテーマは確実にあるので、で更新と押すと、今親と順序しかないと思うんですけど、ここにテンプレートというのが出るので、ここで出したいそのテンプレートを選ばせるっていうのが一通り、それは固定ページ、要は時系列に紐づかないもののテンプレートを変えることは可能です。もう一つ、例えば投稿でカテゴリーごとに変えたい場合には、テーマの方で条件分岐をすることで可能ですね。このカテゴリーの時はこの画像を出すとか、あ、このデザインを出すとか、このカテゴリーの時はこの画像を書くとかを、ワードプレスのテーマの中で条件分岐をします。はい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 。テストサイト、メディアの時の話なんですけど、はい、テストサイトで結構な投稿数を打ち込んでいて、はい、そこにその、リンクを貼っていったりとか、その、ページ内のサイト内に貼っていったりすると、その、テストサイトから、本番に上げるときに、本番で URL の下にテストを打つ、うん、でそこから本番で URL の時は結構バグで書きかけないのかなと思ってたんですけど、
要は URL が絶対パスで変わっちゃうってことですか。そうですね、はい、はい、2通りありまして、1つは相対パスでリンクを貼る、はいはい、これが1つです。で、画像も WordPress デフォルトでは、絶対パスになりますが、これも FunctionsPHP というところで相対パスに変えることが可能です。ここから下しか入れなければそのような問題が起きないと思います。あともう1つはデータベースの方から一括置換ですね。これは WordPress に限らないかもしれませんが、はい、一括置換でリネームをかける。そうですね、はいはいはい。で、ちょっとデータベースに関わることなんで怖いですけど、プラグインもあります、はい、プラグインで投稿記事にこういう特定の URL があったら全部変える。ただ一度変えたら戻せないんでその点はちょっと怖いかもしれないですけど、そういうこともできます。はいはいはい。まあ、相対パスでリンクしちゃうっていうのが一番、まあ、安全といえば安全かもしれません。そうですよね、はいはいはい。こんにちは。来たのはどうかなとそろそろ思って毎日笑ってきてみましたが、どうでしょう、まだ聞きたいっていうのがあったらあればプレゼント。あ、それ言わないといけないよ。じゃあ一旦質問の方はここまでにさせていただいて、間違えた、せっかくのプレゼントコーナーを、あ、プレゼントコーナーを、プレゼントコーナー、懇親会の番組をさせていただこうと思います。もしお店の方がいらっしゃってこのまま帰るような方は後ろでアンケートとお名刺いただければというものを連絡をさせていただきます。で、プレゼント、エンド懇親会はこのまま続きますので、はい、どうぞ、はい、お願いいたします。じゃあプレゼントということで、私たちが書きました、まあ、強調なんですけれども、即習デザインワードプレスの本を1冊お持ちしましたので、もしよければどなたか1名様にプレゼントということで、で、アイコじゃんけんをしたいと思います。私と同じ、まず欲しい人を立っていただいて、すいません、そうですね、そうですね、一応すいません、ちょっと立っていただいて大丈夫ですか。はい。で、同じ、僕と同じものを出た人が、残ってください。他の人は座ってください。で、少なく